橋へメロス。太宰治。メロスは激怒した。必ずかの邪智暴虐の王を除かなければならぬと決意した。メロスには政治がわからぬ。メロスは村の牧人である。笛を吹き羊と遊んで暮らしてきた。けれども邪悪に対しては人一倍に敏感であった。今日未明、メロスは村を出発し、野を越え山を越え十里離れたこのシラクスの町にやってきた。メロスには父も母もない、女房もない、16の内気な妹と2人暮らしだ。この妹は村のある律儀な一牧人を近々花婿として迎えることになっていた。結婚式も間近なのである。メロスはそれゆえ花嫁の衣装やら祝宴のごちそうやらを買いにはるばる町にやってきたのだ。まずその品々を買い集め、それから都の王子をぶらぶら歩いた。メロスには宿場の友があった。セリヌンティウスである。今はこのシラクスの町で萎縮をしている。その友をこれから訪ねてみるつもりなのだ。久しく会わなかったのだから訪ねて行くのが楽しみである。歩いているうちにメロスは町の様子を怪しく思った。ひっそりしている。もうすでに日も落ちて町の暗いのは当たり前だが、けれどもなんだか夜のせいばかりではなく町全体がやけに寂しい。のんきなメロスもだんだん不安になってきた。町で会った若い衆を捕まえて、何かあったのか？2年前にこの町に来た時は夜でも皆が歌を歌って町は賑やかであったはずだが、と質問した。若い衆は首を振って答えなかった。しばらく歩いて牢屋に会い、今度はもっと語声を強くして質問した。牢屋は答えなかった。メロスは両手で牢屋の体を揺すぶって質問を重ねた。牢屋は辺りをはばかる低い声でわずか答えた。王様は人を殺します。なぜ殺すのだ？悪心を持っているというのですが、誰も悪心など持ってはおりません。たくさんの人を殺したのか？はい、はじめは王様の妹婿様を、それからご自身のお世継ぎを、それから妹様を、それから妹様のお子様を、それから皇后様を、それから献身のアレキス様を。驚いた。国王は乱心か？いいえ、乱心ではございません。人を信ずることができぬというのです。この頃は臣下の心をもお疑いになり、少しく派手な生活をしている者は人質一人ずつ差し出すことを命じております。ご命令を拒めば十字架にかけられて殺されます。聞いてメロスは激怒した。呆れた王だ。生かしておけぬ。メロスは単純な男であった。買い物を背負ったままでのそのそ王城に入っていった。たちまち彼は銃弾の警備に捕獲された。調べられてメロスの懐中からは短剣が出てきたので、騒ぎが大きくなってしまった。メロスは王の前に引き出された。この短刀で何をするつもりであったか言え。暴君ディオニスは静かにけれども威厳を持って問い詰めた。その王の顔は蒼白で、眉間のシワは刻み込まれたように深かった。町を暴君の手から救うのだ、とメロスは悪びれずに答えた。
切り立って反発した。人の心を疑うのは最も恥ずべき悪徳だ。王は民の忠誠をさえ疑っておられる。疑うのが正当の心構えなのだとわしに教えてくれたのはお前たちだ。人の心は当てにならない。人間はもともと私欲の塊さ。信じてはならぬ。暴君は落ち着いてつぶやき、ほっとため息をついた。わしだって平和を望んでいるのだが。何のための平和だ。自分の地位を守るためか。今度はメロスが上昇した。罪のない人を殺して何が平和だ。黙れ、下船の者。王はさっと顔を上げて報いた。口ではどんな清らかなことでも言える。わしには人の腹渡が見えすぎてならぬ。お前だって今に張り付けになってから泣いて浴びたって聞かぬぞ。ああ、王は利口だ。うぬぼれているがよ。私はちゃんと死ぬ覚悟でいるのに。命乞いなど決してしない。ただ、問いかけてメロスは足元に視線を落とし、瞬時ためらい。ただ、私に情けをかけたいつもりなら、処刑までに3日間の期限を与えてください。たった一人の妹に亭主を持たせてやりたいんです。3日のうちに私は村で結婚式を挙げさせ、必ずここに帰ってきます。バカな。と、暴君は知らされた声で低く笑った。とんでもない嘘を言うわ。逃がした小鳥が帰ってくるというのか。そうです。帰ってくるのです。メロスは必死で言い張った。私は約束を守ります。私を3日間だけ許してください。妹が私の帰りを待っているのだ。そんなに私を信じられないならば。よろしい。この町にセルムンティウスという石子がいます。私の無二の友人だ。あれを人質としてここに置いていこう。私が逃げてしまって、3日目の日暮れまでここに帰ってこなかったら、あの友人を締め殺してください。頼む、そうしてください。それを聞いて王は残虐な気持ちでそっと国葬に。生意気なことを言うわい。どうせ帰ってこないに決まっている。この嘘つきに騙されたふりして話してやるの。そうして身代わりの男を3日目に殺してやるのも気にない。人はこれだから信じられぬと、わしは悲しい顔してその身代わりの男を貼り付けに処してやるのだ。世の中の正直者とかいうやつばらにうーんと見せつけてやりたいものさ。願いを聞いた。その身代わりを呼ぶがいい。3日目には日没までに帰ってこい。遅れたらその身代わりをきっと殺すぞ。ちょっと遅れてくるがいい。お前の罪は永遠に許してやろうぞ。何おっしゃる。命が大事だったら遅れてこい。お前の心は分かっているぞ。メロスは口惜しく時間が踏んだ。物も言いたくなくなった。筑波の友セリヌンティウスは深夜王城に召された。王君ディオヌスの面前で良き友と良き友は2年ぶりで会おうだ。メロスは友に一切の事情を語った。セリヌンティウスは無言でうなずき、メロスをひしと抱きしめた。
友と友の間はそれでよかった。セリヌンティウスは縄を打たれた。メロスはすぐに出発した。初夏、満天の星である。